妹よ、今日も元気に一狩り行こうか。わかったよ姉ちゃん。今日は初心忘るべからず、企画で初めての星7クエスト、ティガレックスさんだね。うむ。ティガさんを倒して映画をゲットして、ナルガサンボウガンを最終進化させないとだからね。そうだねお姉ちゃん。それでティガさんとどう戦っていくかなんだけど、ティガさんの肉質は見ての通り頭が弱点で、玉肉質の場合他はそれほどじゃないんだよね。とはいえ、ティガさんはなかなかに小顔だから、頭だけでダメージを稼ぐのは難しいかな？ということで、装備は弱点特攻の装備じゃなくて、前回の八塚滝さんの時と同じく、攻撃スキル重視の装備にしているよ。ただ、装飾品だけちょっと変更してあって、八塚滝さんの素材で作れたから、貫通位置が切れた時残裂弾を気持ちよく撃てるように、反動軽減の弾を入れているよ。それじゃあ戦闘が始まっちゃったし、バトルの実況と行こうか。了解だよ姉ちゃん。ティガさんのバインドボイスは範囲が狭いので、距離を取ればまず当たらないね。そしてこの攻撃は、お供への噛みつきかな？とりあえずボウガンでなら、今日撃ったことない攻撃だね。そして来たね。ティガさんの代名詞、突進攻撃。ティガさんの突進攻撃は突進3連続のことが多いんだけど、最後、3回目の攻撃は他の攻撃に派生したりするから、油断せずに避け切りたいね。了解だよ姉ちゃん。あ、先行ハムシさんに攻撃当てちゃった。いや、これはナイスだね妹よ。ティガさんの先行中の行動は、ボウガンにとっては正面へのジャンプくらいしか脅威じゃないからね。絶好の攻撃チャンスになるんだよね。なので先行弾を持ってくるのもありかもだけど、それはね。そうだねお姉ちゃん。正々堂々と戦うのが私たちのポリシーだもんね。うむ。その通りだね。って思ったけど、このエリアって、アリ地獄と岩山があるから、ティガさんを誘導できれば、罠として使えるんだよね。動画としてその方が面白そうだし、狙っちゃおうか。正々堂々と戦うポリシーさんは、ビールドギミックはタダだからね。使わなきゃ損ってね。あわう。さあさあティガさん、岩へ誘導してあげるから、こっちにおいで。よし、岩にティガさん刺さったね。ん？刺さった？これは刺さったでいいのかな？刺さるっていうより、噛みついてたよね。うむ。まあ、細かいことはいいとしようか。よしよし、アリ地獄にも見事スポットハマってくれたね。いいね、お姉ちゃん。お姉ちゃんお姉ちゃん。遠くにディアブロスさんが見えるね。うむ。これはティガさん、喧嘩を売りに行くかな？よしよし、それじゃあ私たちも追いかけようか。了解だよ姉ちゃん。一応怪力の種と粉塵を追加して、ディアブロスさんを操流だね。わかったよ姉ちゃん。ところでお姉ちゃん、ディアブロスさんの操流って経験があまりないんだけど、何すればいいのかな？実は私もディアブロスさんはほぼ操流したことないんだよね。とりあえず A の突進と、下 A の噛みつき、みたいなのを使えばいいんじゃないかな？了解だよ姉ちゃん。よし、操流大技も無事に発動だね。ティガさんの操流大技は地中からの突進だから、その後起爆榴弾を使っちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。3個だとあれだから、2個いってみるね。うむ。それがいいだろうね。くぅ、起爆榴弾爆発させきれなかったか。それでも4回は爆発したから、損ではないよね。うむ。損ではないと思うね。この回転攻撃は、お供狙いかな？でも、お供さん誰もダメージ受けてないね。うむ。スキルの回避上手のおかげかな？むう、玉切れか。くぅ、調合の隙を狙うとは、やられたね。本当だねお姉ちゃん。タイミング悪かったね。おっと、またしても岩に噛みついちゃうとは、なかなかドジなティガさんだね。あわう。でも本当だねお姉ちゃん。お供さんの捕獲しじったから、しびれはないっちゃうね。よしよし、無事にメインターゲット達成だね。クリアタイムは4分54秒。
星7の初戦としては、上々のタイムじゃないかな？そうだねお姉ちゃん。そしてこれで、ナルガ三宝眼を改造できるね。うむ。もはや初心はするべからず、というか、初期バージョンでの最強武器の一角をゲットだね。いいね、お姉ちゃん。それじゃあ今日はここまでだね。ご視聴ありがとうございました。